ザライスクの紋章、ザライスクは、ロシア連邦のモスクワ州に属すること。モスクワの南東162キロメートル、丘側の右支流、オショートル川沿いにある。人口は、2002年国勢調査で25,093人。ザライスクのクレムリの西壁クレムリ内の聖ニコライ島、聖ニコライ聖堂2008年の発掘では、造芸でできた女性像や国旗などが発見され、 旧石器時代から人の居住があったと考えられる。ザライスクはモスクワ州でも最古の街の一つである。中世にはリャザン公国に属し、13世紀にはクラスノエと呼ばれていたが、1237年にはモンゴル帝国に襲われ荒廃している。14世紀から15世紀にかけて再興した際にはノボゴロドクナオシオトルと呼ばれていた。古いロシア語では、 川の高い岸辺をザラと呼んでおり、町の名は、おし取る川の岸辺にできたことから来ている。1528年からは、ニコラザラツキーの町と呼ばれ、17世紀初頭になってザライスクという名に落ち着いた。モスクワ国家の時代、モスクワをクリミアや火山のタタール人から守るために、要塞、樹木、柵、溝などで要塞線を築き南からの襲撃を防ごうとした。 この要塞線は、坂もぎ線と呼ばれるが、ザライスクはこれを構成する要塞の一つであった。1528年から1531年にかけて、それまでの木造に変えて、石造りの壁や塔で囲まれたクレムリが築かれた。1533年、1541年、1570年と、タタール人は、ザライスクを攻略したが、石のクレムリを落とすことはできなかった。 17世紀初頭の動乱時代、ポーランドの侵入の際に、ザライスクは、ニセドミトリー2世の軍に占領され、また一時的に、ポーランドの傭兵部隊リソフシツにより陥落している。17世紀末以後、タタールやポーランドの脅威は去り、ザライスクは、国境の要塞としての重要性を喪失した。一方で、モスクワとアストラハンを結ぶ街道の途上にあることから、商人らが住んだ。 18世紀には木造やレンガ造りの家々が立ち並び、1778年には市の地位を得て1796年にリャザン県の一部になった。1929年にモスクワ州に編入される前はザライスクワ、リャザンを中心とする県や州の一部であり、建築様式や方言もモスクワよりリャザンに近い。19世紀までは 農産物の交易で栄えたが、1847年に建設された新しい街道も1864年に開通したモスクワリザ山間の鉄道もザライスクを通らなかったため、市場は次第に衰えた。19世紀末には変わって靴や繊維の工場が建った。1870年には鉄道の支線ができたが、この路線は20世紀に入って廃線となっている。 石灰岩とレンガで築いたクレムリは今もザライスクに立ち、保存状態は比較的良い。城塞は非常に小さな長方形をしており、塔は6つしかなく、そのうち2つは城門が貫いている。ザライスクには古い聖堂も5つあるが、最古のものは1681年に建造された聖ニコライ聖堂である。 他には1776年から1788年にかけて建設されたイタリ製三社、聖堂を、1777年から1795年にかけて建てられた精神所福音大聖堂などがある。町には、ラ乱時代の1611年に、ポーランドリトアニア連合軍に対する国民軍を率い、ザライスクを守ったドメトリー・ポジャルスキー公爵の像が立つ。 また家族がザライスク付近に館を所有していた、ヒョードルドストエフスキーの像も立つ。現在のザライスクはこの地方の産業の中心で、建材、食品、繊維、靴製造などの工場が立地する。ザライスクには1960年代に作られた、ナローゲージの電車が通る。鉄道駅はザライスクにはなくもより駅は、モスクワリャザン線が通る、ルホビツ市にあるが、 ザライスクからモスクは、リャザン、コロムナ他近隣の都市へは、バス路線がある。httpww.site で、オンライン、2008-49、エリファンビニアフィフユンエンデクト。ありがとうございます。